とんのは JR のあれか、マコロパ線、近鉄橿原、あ、近鉄の橿原線か、はいはい、あややこしいよね、柏と柏原と、本当にうちの呼び方わかんなくなる、うん、柏原もあるやん、かし、何が正解なのあれ、うん、いやだから全部あるの柏原、ここは、ここは柏原っすね、柏原だったと思う、柏原線やな、で柏原は、あの 柏原は柏原であるんよ、うん、あの、あそこ、JR と乗り換え駅だと、道明寺線の先のところ、うんあそこは柏原駅ね。で、橿原神宮だよ、うん。イオンモールも橿原だな。橿原、うん。あれ俺ここ一回来たことある、まあ、ホロバ健康パーク。あ、あれの時だ。その、あれ行った時、その貝塚行った時。ああ、うん。道に迷った人に。ってことは、ちょっとね、しばらくね、ごめん。あの、じゃんけんスポットがねえっす。はい。ちょっと橋を曲がって出るやつと、あのそのままドン突きなんで、うん、でこの先出たところに橋がありますんで、橋を渡ったら大通りに出て、あれって右折できたっけな、できそうだった時用のためにじゃんけんしとくか、はい、じゃん最初はグー、じゃんけんグー、 じゃあどっちにしようさせてだね、ちょっとでかい交差点のところだ、あの今信号が見とるところらへんだ、あそこに出んのに、ここで一回曲がらないといけなくて、こっち右とか行けねえんだ。どうも。そうだよ。ここは右折禁止とか出てたりするもんで、あかんかな、一応。まあ行けるっぽいけど、今は。うん、だね。改めて見てみたら、あの禁止っていうのだけちらっと覚えとったもんさ、ごめん、さすがに山田さんの記憶はこんなもんだよ。え、じゃあここは一応さっきの通りの左折で、うん、彼は左折で行きます。あ、懐かしい、そう、サイクルロードになっとるようなところなんだね、ここからは早めにジャンケンをしてかんと、はい、あれで、あの車線がまたギャグになっちゃうからね、はい、じゃあ次の標識のところに向けてジャンケンしときます、ここからもう、うん、あ、なんか向こうに、ね、見えるけど、うん、あれは多分あの京阪なの、うん、あのハンナバドやってると思うんですけど、はい、じゃあ行きましょう、はい、標識が出たらこうだってね、この細かいところはもうちょっと省くね、で、うん、やっときましょう、では最初はグー、じゃんけんパー、はい、これまっすぐと、わかるかな、この水平か、あ、待って、まっすぐない、これ、はい、5で2、勝ったね、はい、なんか、遠く遠ざかってない、なんか今俺グーっていうよりプーって言った気がするけど、大和高田の方ってなった、大変大丈夫、近鉄範囲内、うちの動画でもそれ扱ってる範囲内です、全然大丈夫、もう工場、あの工場が広島ってなったりしたらちょっとさすがにやばいなと思う。大丈夫大丈夫、まだまだ。こっから空いてくる時間やし。明日の朝飯何を食っとるんやろな、うちら。わけがわからんな。まあ一応今帰宅途中なんだけどね。はい。うん。多分4回っていう標識が初めて出た時にはさ、感動の渦が湧くんだろうな、その前に多分眠くなるぞこれ。あの、そうなる前に、うん、帰りたいね、はい、あ、次の交差点もう早めにやっとく、はい、このままずっと進んでたあれだからね、はい、じゃあ最初はグー、じゃんけんパー、勝ったね、はい、工場の方に向かっていってるよ、はい、もうそれでいいか、いいか悪いか、でよかった、これね、まっすぐね、ガチで細い道だったから、やばいやつだね、これね、まっすぐ行ったことあるのは、うん、前その会社から行った時はそのここをまっすぐ抜けたもんで、うん、でそうだ、ここのセブン寄ったんだもん、うん、でここどこってなって、ここのセブンイレブンで
道を確認してたとね。懐かしい。でも4等車以上すれ違いふかっていうすごいなかなかの道やからね。では試合に行きましょう、はい、いいですね。おちょっと一歩三重に向かって、三重でも紀州方面やけどあのこのままストンと行ったら多分大阪に出れる。スルスルスルって抜けてる。三重には違いない。国道425号線でも走りたいです。あそこ夜走れんの分からん。だから425がやばいっていうのは知ってるだけで、あの時間帯で一方通行が変わったりするから、うん、やっとく。はい、なんか斜めもあるよね。まあ、この場合はその斜めの方に行ってみよう。最初はグー、じゃんけんパー。まっすぐだね。まあ、間合い的にちょうどいいね、この標識が出たらやるって、うん、いい具合に作ってあるね、やっぱ標識って。ではまっすぐ曲がったらどういう感じで行くんだろうね、これ。うん、橋かかってるから、その隣の橋になるのか。で、要は対岸の方を走っていく形になるんだろうね。で、これで三宅町っていう、はい、大体ね、三宅町は確か。うん。だから買い方もなんもねえな。いざ使えたとなっても、これと、休む場所はねえよな。休む場所が近そうなところって言ったら、どっちなんだろう、こっからだと。逆に大阪方面抜けてまた方が早そうだけど。コーマ言うと本当あれだよね、もう京都寄りというか奈良寄りというか、あれか、イコマは奈良寄り、京都寄りというか、あ、違うか、なんかあのね、京阪の線の終点ってすごい使えてるじゃん、近鉄が開発したんだけど、ああ、学研としての、うん、あれね、イコマじゃないんだな。あれね、奈良市とイコマ市の間ぐらい、ちょうど境目な、うん、駅がちょうど境目になったの、はいはい、だからうちも行った時に表記する時にすっげえ苦労したもん、うん、駅の東側出口の方はギリ生駒市の扱いになってて、あ、ほんとにしましょう。あ、最初はグー、じゃんけんパー、うん、俺が勝ったからこれはまっすぐかな。よくね、右右折はまっすぐだよね。あ、これ左折するまま行っていいところなのにいいんだね。あ、左折か、不思議な標識だけどね、うん、たまにあるあの桑野の湾岸のところとかにあるよね、うん、じゃあこれはもう左曲がる時は止まらんでいいの。でも停止線があるから確かに止まりたくなる気持ちも分かるわ、うんうん、でも多分地元民ともしき車が停止線だったら、うん、これはあ、もう曲がれない、うん、こっちしか曲がれなさそうだ。こっちなんか視線のところに入ってきてるんだけど、この企画はね、一旦単線道路外れると何もできなくなる恐れがあるんだよ。なんかもうすでにもう郊外って感じの。郊外？どいなかって言葉使ってもいい気がするぞ、はい、これはやばいね。まあ、いやでもそのうちなんか山に当たりそうな気がする。まあどっちにしろどっかの山に当たるからな、はい、だから山を越えずには奈良を出られないよ。どの山を越えるかで運命は変わるよ。